それではお便りを紹介します。ラジオネーム、ミドルブロッカーさんからいただきました。19歳の方。内山さんこんばんは。毎日このラジオを聴きながら寝落ちしています。おやすみなさい。気づいたら寝ているので、本当に内山さんの声は落ち着くんだなぁとつくづく思っています。ここ、この回もここまでたどり着いてるんでしょうかね。もう夢の中かもしれませんが。 うんえー、初めてのナレーションや収録の時のことを覚えていますかっていうことに関しては、初めてのナレーションっていうのはちょっと思い出せないです。収録は、えー、僕は子供の頃から仕事していて、子役、えー、をやってたんですけど、 それの最初の仕事とかは全然覚えてないんですが、声の仕事に関して言うと、多分ああ、あそこが最初だろうなっていうのが、えー、吹き替えの仕事で、AI っていうあのスピルバーグの映画の吹き替えの中の、えー、少年1とか2とか3とか4とかそういうような、えー、声でやったのが最初じゃないかなって記憶では思ってるんですけれども、 それが小学5年生だったと思うんですが、で、ご一緒した声優さんは多分子供たち、えー、みんなで撮ったと思うんですけれども、多分大体みんな辞めちゃったんじゃないのかなと思います。成長するに従って、他の学業を優先したり、他の仕事に興味を持ったりして辞めちゃったんじゃないかなと思います。でも、 その、撮ったスタジオは大体あそこだろうなっていうのを覚えてて、そのスタジオは今もちゃんとあって、今でもよく行くし、もうつい最近、一週間、二週間前にも行ったようなところだし、その吹き替えの演出してたディレクターさんもね、ずっと今でも仕事してますしね、その後も、キングダムハーツだったりっていうゲームだったり、 え素晴らしきこの世界のゲームだったり。だからその今度アニメ化されるっていうんで、それでもずっと仕事をしてたし、この間も。えー、有料アイスとかもやりましたね。だから、その小五の時から、その仕事をする場所も、で、仕事仲間っていうか、その職場の人も変わんないんですよね。作品は変われど、ずっと続いてる作品もあるしね。 だから、なんか変な気分ですけどね、そういう意味では。